ずね、そのボーナスだけの判別でいうと僕はレギュラーの方が大事だと思ってます。はい、でこの上段にいるときはもう揃えちゃって OK ですね。はい、さて始まりました、はい、梅やわさびのガチとガチ、はい、そうガチとガチです、はい、ガチとガチです、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。どうもカード打ってみようかな。これエンパルス SP3 カード台で、じゃあとりあえず、まあまあ乗っかってこれに座りますかね。どうしたどうした、ニューパレですか。はい、いや様子を何撮ったのかなと。ああそう、はい、ニューパレ撮りました。2000円で120回った上に当たりました。ああすごい。僕はあの花々 のツインドラゴン売ってるんですけど、はいはい、3000円で一応レギュラー当たって今ビッグに行った、うん、あいいっすね。ほら全然親しくはいけないでしょ。先輩に話を聞きに行った感じになっちゃった。さてじゃあ肝心のまあ推測部分だったりします。250ゲームで今41回なんで 6.25、6.3 ぐらいですか。一応6以上で公約は出ておりますね。7変えるときは7ここね。でもこれでも当たってんすよ。今回は当たってるとき当たってんすよ。あんな絶対当たってないと思われるレベル でそれに気づいたのが上段に7変える7って止まるしょっちゅう見る目があるんです。これがニューパルサーのある意味伝統的な外れ確定目だったんですよ。でそれが今回のニューパルで当たってることがあるんですよ。今まではやめ目だったんですよ。それが例えばブルブルが出てその出目が出てプッシュボタン叩いたら告知しましたみたいなパターンを見てしまってるせいで、あ今回はこんな出目でも当たってる可能性あるのか、要はリール制御が変わってんじゃんになった、つながったってことですね。だからねこの台もね最後やめるときは必ずこのプッシュを1回叩いてからやめてください。おいいよ。僕は本当ね、レギュラーとビッグがバランスよく来てくれるのが好き。みんな好きか。黄色。まあまだまだ気にしない。ついた時点で3以上だからね、つかないんだよね。当たりでしょ。あれ？あれ？あんなの出たっけ？ほら当たってますよ。そら当たってますよ。一回3枚かけて回しちゃったんですけどベル揃ったんで得してます俺。チェリーからのレギュラーですね、バーでまあ下段チェリーの形でこっちに7止まったんですよ、まあ、昔のノーマルタイムだったら全部当たってる形ですから。黄色いいっすね。いいよ本当ね。よく人はレギュラー先行とかねノーマルタイムでしんどいって言うんですけど、俺はその今どっちかっていうと高設定でまだこれから出るぞみたいな雰囲気の方が好きだし、まあ粘りやすいじゃないですか。あの方がいいんですよ。ジャグラーとかもレギュラー先行してる方が楽です。追っかける方が楽なんで。なんか336で2の3ですよ。最高じゃないですか。めっちゃありそうな300ゲームですよ。今ベルもめっちゃ落ちてますしね。今52個。まあ飲まれるようであれば、まあ、深追いすること、まあ、ちょっとぐらい追い金するかもしれないですけど公約良かったりな、深追いせずにメインどころ行くのもありかなと思いますんで、まあのんびりやっていこう。待って、レッテルエンドの時点で期待度が低い出目が出てると、まあ、げんなりするわな。
でもこうピンポイントでリーチ目を狙う楽しみはフラッシュにあるんで、自分がねなんかリーチ目1個覚えたとするじゃないですか、ね、7変える、ここ77変える、変えるだったらいいよなってリーチ目覚えるでしょ、覚えたらバーバーでもいいです、もう対角にいれば全部 OK なんですけど、覚えた時にここでってるってるってなってると狙ってみようって、こんなことある、狙ってみようって喜びをね、楽しみをねやるといいんですよと思ったら、今音変化してなかったですよね、してないで当たる1割パターンを引きましたけど、引いた上にこんな話してる時に止まる、信じらんないよ。でこれフラッシュで、これは確実なリーチ目なんで、これだけこの後はフラッシュします。はい、びっくりしたね今の流れは。ビッグだといいな、これ今の共通です、ビッグもレギュラーもある、右下段にバーを押します、これここまで滑ったらリプレイです、バーを下段に押す、滑ってきた、これの時点でビッグ確定です。で右リールにカエルを狙うんですけど、7チェリーカエルっていう上からね順番の時はカエルをここに押してください、この辺に、でカエルチェリー7の時は、もう同じか、カエルをとにかくこの辺に押す、でこうチェリーが出ましたよね、このままもちろん揃えられるんですけど、チェリーがここにカエルを押して出た時は、滑って出た時は中外してください、5枚もらえます。ただこのカエルを下段にビタ押してしまった場合は5枚もらえないこともあるので、カエルは上枠上段ぐらいに必ず押すようにしてください。でもう1個のこれ逆になってるカエルの方の時はこの辺に押して、そのまま上段に止まってテンパったら子役もらえます。で下段まで滑ってチェリーが枠下行ったら子役の目もらえないんで揃えてくださいっていう流れ、もう1個の方もやってみましょう。こうなった場合はもう揃えて OK で、カエルが上段来た場合は5枚もらってくださいっていうですね。223ゲーム、また黄色でした、ね、まあそんな感じで変わんないんですけど、おいいね、それ一応ね、僕基準ですけどビッグ3回から2回はスイカ落ちてほしいと、だか、はい合格、いいっすね。もう一回いっとこう、よし、素晴らしいよ、これで、まあ、このビッグ中にもう一回引かなくても24分の1ですね。ちなみに今光った時は完全に僕も何も考えてないというか無の状態になってますね。まあ、そういう風に普段はなるんですけど、なんすかね、別に当たれとも思ってないし当たんないなとも思ってないというか何も考えてないというか、まあ、全く別のこと考えたり してるんですけど、収録中はあんまならないですけど、やっぱこのわさびさんと番組ってこの環境がね、なんかそれ普段通りやっていいんじゃねえかって気がしちゃう。ちょっと今ね、さっき梅谷君とタバコ吸う場所で会ったんですけど、なんか調子良さそうなんで、やっぱ鼻鼻の方がいいのかななんて思いつつ、お第一でもまあこう汚いからな、まあ、あとはリールこうやって回ってるじゃないですか、ウエイトかけると、ね、これが順番が逆こういう風になったりとかっていうのもあります。第二でテロリンっていなくなった、期待度アップ、中リールバー下段ビタ止まりリプレイオーボーナスで、第2テーションが、変化する対応薬としてチェリーしかない、オレンジもないリプレイもない、つまり二角ね、レギュラー臭い、やっぱりレギュラー、これねレギュラー臭いがね大体当たっちゃうのがニューパレなんですよね。お、出ましたね、銅トロフィー出ました。これで設定2以上が確定しました。お、今下向いてましたけど視界の端っこに光ったのは分かった、いいな。そしてまたレトロン2回目、70ゲーム、
大きいですな。さあ、じゃあ今292の292、今589ゲームじゃないですか。ってことは、まあ、あと2回引く頃には600ゲームぐらいだと思うんだよね。600ちょいぐらいだと思う。ぶっちぎりでいいですね、500はね。なので、まあこのまま続行した方がまあいいんじゃないかって、まあ普通だったらなる感じですですが、まあそろそろ1回ちょっと花々見に行ってみようかなっていう気はしてます。ただ見に行っても多分、まあこっちやるんじゃないかなと思いますけど、一応ね、まあバラエティ的ボックスか方が調子いいのはありますね。やっぱり方がみんな出てますよ。まあちょっとまだ時間がね、2時間も経ってない、浅いんで。めっちゃいいじゃん、めっちゃ出てるじゃないですか。そうなんですよ、久々にこんな挙動も出たままいいです確かにあの鳳凰まあまあやっぱいいんだなと思って。あ、そうですね、まあ、僕も今悪くないんで、まあ、今まだやるけど、はい、一応様子見に来た。そうですね、やっぱ花々が一番盛り上がってますね。そうっす、うん、あれわさびさん今俺に敬語じゃなかった？それをなじれるほどはまだ無理なんですよ。敬語じゃないですかとはまだ言えない。徐々に行くんで。おう、やっぱね、上にコインがあるとはいえ下皿飲まれると、まあまあ、特に30杯なんで下ろすのも重いしと思ってて、飲まれて欲しくないなと思ってたら当たりましたね。ギリギリクレジット、いいっすよ。レギュラーでもいいのよ。青、さあ、じゃあまあとりあえずもうちょい続行してみますかね。はい、お、これは飲まれていく流れじゃないの。飲まれたら花々行こうかな。嬉しくねえな、これ。見ました今の、なんか滑ったんです、ね、化け角です。化け角の時はもう普通に狙っちゃってもいいです。さあ、飲まれましたね。150ゲームあったけど飲まれた。一応やめるかもしれないから叩いとく。子役見てみますか。こういう時ですね、見た方がいいの。6.18 だって、ぶっちぎりでいいですね。どうしようかな、ちょっとちぎって空いてる台があるかどうか見ていく。これ行きましょう。花々で、あ、うわ、こんなんでやめてんのみたいなのがあったらそれ打ったらいいし、そことの比較にしましょう。ふう、253。よし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 、いい。時間自体は結構余りますよね、200弱ぐらい。おっ、赤2回目ですね。今赤に黄色に、青1、まあ、こうちょっと箱から下ろした分がまた上に戻ってくれたりすると、まあ、出玉の展開的には楽になるんですけどね。だから難しいんですよね。当たってる台が空いてるんならいいんだけど、当たってない台、まあ、今からやりますよっていう台が自分で今からゼロからやることになるじゃないですか。それと今まで向こうで積み上げてきた一応悪くないっていうものと、どっちやった方がいいんだってなった場合、普通だったらあっちやった方がいいじゃないですか。だけど状況的に全部中間っていう可能性があるなとはちょっと思ってますんで、そうなると、まあある島で攻めた方が良かったりするかなっていう気もしますね。ニューバル他にね、隣とかで打ってくれる人がいて、でそっちでもなんか銀トロが出たとか金トロが出たとかいろいろ見れるんであれば続けたいんだけど、結局僕一人で打ってるだけなんで、一回やめて花々でやろうかなと思います。決めました。あいつは悪いカエルじゃなかったですけどね、601の1700。まあまあ、でもこの1小1時間の間に
まあまあ動かれてますね。370で2の0か、これいいかな。うん、2日連続で負けてる台ですね。これにしようかな。うん、これにしたいと思います。ただグラフ見る限り小居持ち悪そうだな。まあでも花々ですからね。はい、じゃあこれで、スタートします。はい、というわけで、プレミアム花々354まで372ゲーム2の0へ294ゲームからでございます。まあ、単純にほぼ朝一招待の上げ狙いぐらいのつもりでいきたいと思います。まあでもやっぱりどう見ても花々の状況の方が良さそうなんでね。まあ、ニューパルもあのビッグ引かれてました。あ、プレミア今ベルの張り出しめっちゃ長かったよね今。まあ、ニューパルもあのビッグ引かれてました。え、ベルチョーク引いた。これは子役ですよね、光ってないからね。多分いけると思うよ。ほらベルチョーク引く。あ、スイカだ。すげえ薄いの引いたな。そういえば、まあ、僕、まあ、わさびさんとその絡みが仕事では、過去1回しかないって話はしたと思うんですけど、まあ、それ以外、要は仕事以外、まあ、言っちゃうと麻雀のメンツとしては結構お会いしたことあるんですよ。麻雀って特にね、あのワイワイやるっていうよりも真剣にこう麻雀を打つ感じの場に呼ばれてたんで、まあだから面識はあるんですけど、あんま喋ったことないっていうのは過ごした時間結構長いですよ。まあだから何十時間か一緒に過ごしてると思うんですけど、会話はほとんどしないんですよ。そういえばその時もわさびさん敬語だった気がする。まあでも徐々にね、最終的には梅ちゃんって呼ばしたい、これ内緒ですよ。最終的にはわさびさんが俺のこと梅ちゃんって呼ぶぐらいの中にはなりたいですよね。でも共通点もあるんですよ、俺とわさびさん。まあ一応その麻雀が好きとかいうのもそうですけど、サウナが好きなんですよ。あのそれこそこの番組の関係者で、まあ、なんとか博士ってやつがいるんですけど、皆さん察してほしいですけど、隠そうとんでもないもんね、波川ね。やつ曰くこう俺とわさびさんが結構パチンコバスル業界にサウナを広めてるって言われました。だ僕は一生もん系とか自分が触れ合うやつでサウナ入ったことないっていうやつに、いやいやサウナこうやって入るんだよと、まあ、具体的にはこうちゃんと、まあ、10分から12分入って、で水風呂にちゃんと1分から2分入るんだよってことを結構言ってるんですよ。でそれでその楽しさ気づいてくれた人結構いるんですけど、まあ、多分バッチとかもきっかけになったと思うし、まあ、モロゲンも多分結構俺が勧めたと思うんですよ。でそのガイドワークス系の、まあ、人は僕あんまり知らないんですけど、結構わさびさんが勧めてるらしいです。だからその番組的な目標は、まあ、梅ちゃんって言ってもらえて、僕も先輩ながら軽口が叩けるようになりたい。でプライベートで、まあ、一緒にサウナ行きたいですよね。うん、まあ、もちろんあれですよ、この番組の目的はガチで、勝ちに行って、でまあそれもね、そんないつも大勝ちを狙うとかっていうよりも、まあ、パチスロってちゃんとやれば負けないんだよっていうことを見せていくっていう意味では、まあその打った機械割れを100を目指すっていう、100以上を目指すっていう、この台の設定がいくつ、機械割れがいくつじゃなくて、結果的に100超える、要はいつだってプラマイゼロ以上を目指すってことになるんですけど、まあ、2人いればね、1人だったらそれこそね119打ったって負けることあるんですけど、2人とも固いことやってれば、まあ2人のトータルで100は切らない、なかなか切らないと思ってます俺は。まあ、僕が下手なんで切るかもしれないですけど、そうなりたくない。さあ、まあ、とりあえずワンビッグサクッと当たってくれましたけど、こっからですよ。まあでもジャグラーのなんだろうな、人気のある地域のジャグラーよりやっぱ花々の人気のある地域の花々の方がやっぱ熱量を感じますね。やっぱ人気だね花々は。
どうしてジャグラーがメインの地域では花々が流行らせられないのかな。別に流行らそうとしてないのかもしれないけどね。でまあケイズさんね、朝も言ったけどデータ見てる限りは割と花々も割とメリハリついてそうに見えるんで、まあ挙動よしなら素直に終えるけど、逆に挙動悪かったらスッとやめられるんで、やりやすいなとは思いますけど。